さてさて休憩でも取るとするか。まあ休憩中にすることといえば、YouTube で動画をチェックすることくらいなんだが。今どんなあつ森の動画が流行ってるか検索検索。なんじゃこらー。保育園あるある？あるある交差点の恐怖？どういう状況なのかかなり気になるサムネだな。スイカ割りあるあるって、スイカ割りにそんなにあるあるがありそうに思えないんだが。ピクニックか。ピクニックには行ったことないけどちょっと気になるぜ。マリオはお決まりのパターンが多いからあるあるの宝庫かな。クッパ大王がかなりのご高齢じゃないか。まあ亀は万年っていうし高齢でも元気なんだろうな。っていうかあつ森の動画あるあるばっかりじゃないか。一つの動画が流行ると似たような動画がめっちゃ増えるのだ。私もこのビッグウェーブに乗るしかないぜ。あ、こうしてマリサもあるあるを始めようと思ったわけ。ブラック企業で働くシーズー犬です。社長が無能で困ってます。気持ちよく仕事をする何かいい方法はありませんか？そうだなもね、社長が無能だということに気づいてるってことなので、あなたは優秀です。なので新しい就職先を探すのがいいと思いますよ。方法のフクロウさん、博物館の館長をしています。最近虫を持ってくるお客さんが多くて困っています。虫が怖くて仕方ありません。助けてください。虫を食べ物と思えばいいと思いますよ。食べて克服してください。切り抜き動画は短いからついつい何本も見ちゃうのだ。私この人の切り抜き元のチャンネル見たことないんだよな。いろんな切り抜きチャンネルはおすすめに出てくるのに、メインのチャンネルはおすすめに出てこないのだ。ちょっと検索してみるぜ。初めてチャンネルページを見たぜ。チャンネル登録者数が桁違いだぞ。サムネイルが全然流行りのものと違うな。人気者は凝ったサムネイルを作らなくても再生されるのだ。おお、ライブ配信をやってるじゃないか。常さんですね。偽物の美術品を売って生活しています。最近攻略サイトのおかげで偽物は簡単に売れなくなりました。どうすればいいでしょうか？時代の流れについていけてないあなたは無能ですね。なので新しい仕事を一からやり直すことをお勧めしますよ。いいないいな、私もコメントを読んでもらいたいな。なんて書けばいいかな。とりあえず挨拶でいいかな？いやいやダメだこんなんじゃ。初めてのコメントは緊張してなかなか書けないのだ。もうこれでいいぜ。いや僕の友達の目のキラキラしためちゃくちゃ性格のいい見知らぬ猫くんっていうのがいるんだけどね。ここ最近年に一度しか会えないから寂しいだなも。私が思い切って書いた挨拶がスルーされたぜ。コメントの流れが早いライブ配信では挨拶のコメントをなかなか拾ってもらえないのだ。大体見たい動画は見たからホーム画面から新しい動画を探そうかな。さっきあるある動画とタヌ抜きの動画を見たからおすすめ動画が。一本動画を見るとに立山の動画が大量におすすめされるのだ。おっとなんか一つ変な動画があるんだが。タイトルとサムネからはどんな動画なのかわからないな。10年も前の動画じゃないか。たまに化石みたいな動画がおすすめに登場するのだ。登録者数が再生数に見合ってないぜ。まあとにかく再生してみるか。今からこの甲羅の中にメントスをぶっ込むぜ。みんな、どうなるかわかるかな？まさかのメントス甲羅だぜ。メントス甲羅ってネタは知ってるけど実際にはあまり見たことないな。今時メントス甲羅の動画なんてわざわざ見ないのだ。そうそう霊夢おすすめの YouTuber さんを検索してみるぜ。ギターがめっちゃうまいんだけどキーボードの演奏も泣けるからぜひ聞いてね。出た出たこの人か。登録者数が100万人超えてるけど全く知らないんだよな。登録者数100万人を超えてる YouTuber さんでもおすすめに出てこない人のことは全く知らないのだ。それじゃあ一挙再生してみっか。とざけて TV とざけて TV とざけて TV。 オープニングが長すぎてブラウザバックしちゃったぜ。オープニングムービーを見るのは3秒が限界なのだ。でも、霊夢のおすすめだからもう少し見てみようかな。これはなんか面白そうだぜ。よし見とけよ。今からこの鬼辛ラーメンを実況者最速で食ってやるからな。激辛の食べ物が発売されると YouTuber はこぞって挑戦するのだ。ヨーグルトもちゃんと用意したぞ。それでは美味しくいただきます。なんだよアイスクリームを食べてるじゃないか。やっぱうめえなアイスクリームは。よく見ると日付がエイプリルフールだったぜ。こういうことは滅多にないと思うのだ。おお、これはかなり気になるぞ。だいたいゲームセンターでクレーンゲームをしても何も取れないから、こういう役に立つ情報はかなり助かるぜ。皆さんこんにちは。ジャンピングチャンネルへようこそ。早速誰でも簡単ゲットの方法10選を紹介するよ。まず1つ目、こちらのレバーを動かす。そして2つ目は、欲しいぬいぐるみの上にクレーンを移動。で、3つ目、ボタンを押せばぬいぐるみゲット。
ゲットできなくても、諦めずに取れるまでやれば大丈夫だよ。なるほど、よくわかったぜ。基本的な説明しか受けてないのにクレーンゲームのプロになった気分になるのだ。ここからは有料級の情報だよ。こんな風に横から覗くと、ぬいぐるみとの距離がわかりやすいよ。早くゲーセンに行って試してみたいぜ。さあやってやるぜ。今まで取れなかった分を取り返してやるからな。レバーを動かしてボタンをオン。絶好の位置だぜ。さあ持ち上がれ。これは動画で見るのと実際にやるのとでは全然違うのだ。何回やってもダメじゃないか。そういえばトビオさんは横から見るといいって言ってたよな。横にぴったり自販機がくっついてるぜ。少し前の動画だと対策されてる可能性があるのだ。ハウツー系の動画を見て実践してみるよりも見て楽しむだけの方が楽だな。お、これは一目でどんな動画なのか分かっちゃうぜ。こういう感じでスーツを着てる人が並んでると大体謝罪動画なのだ。この人全然謝罪してるような感じがしないんだけど炎上狙いなのかな。まあ知らない人の謝罪動画なんて見ないんだけど。謝罪の内容は YouTube じゃなくて Twitter とかニュースサイトから知ることになるから、謝罪動画はあまり見ないのだ。あ、またこの CM じゃないか。あつもり、あつもり、あつもり、はいはい、あつもり、あつもり、あつもり、はいはい。なんなんだろうな、このあつ娘っていうのは。同じ広告ばかり流れてきて困るのだ。もう YouTube プレミアムに加入するしかないな。皆さんおはようございます。ブラック企業を辞めて YouTuber に転身したしずです。よろしくね。見た目が可愛い YouTuber さんは正義なのだ。ではでは、今日はカップケーキを作っていこうと思います。本当はステーキが食べたいんだけど。アイドルを売りにしてる YouTuber さんは設定が大事なのだ。今日作ったカップケーキはこのアールグレイキと一緒にいただきます。今日の夜ご飯はフライドチキンも捨てがたいわね。みんなお待たせ、枠を取り直したから今日はバトロワゲームの実況やっていくわよ。あ、今のは私のミスだ。ごめんね、仲間の兄貴。私のせいでチャンピオン取れなかったわね。それじゃあまたね、バイバイバーイ。配信終了。野良の兄貴がいつまでもアイテムを漁ってたから負けちゃったじゃないの。今の試合絶対チャンピオン取れたのに。えへ、配信切り忘れてた。見られちゃダメなところ見られちゃった。てへ。アイドル系 YouTuber の配信切り忘れは大体わざとなのだ。やっぱ YouTube といえばこのジャンルが最高だな。今日もビンタは元気そうだな。何か事件が起こるわけじゃないけど毎日絶対見てしまうぜ。動物系動画の誘惑には負けてしまうのだ。あー、たまらないぜ。あ、やばい、ちょっとの休憩のつもりが2時間も動画を見てしまってたぜ。YouTube は見る時間を決めてほどほどに楽しまないとダメなのだ。とざけて TV、 とざけて TV、 とざけて TV。 エンディング曲が流れた瞬間違う動画に切り替えるのだ。というわけで今回のファンアート紹介コーナー、今回は私とマリサとズンだもんね。というかなんで私の出番がめっちゃ少なかったのよ。あるある会話、なんか霊夢少なめになっちゃうな。まあファンアートコーナーで出られたからよしとするわね。可愛い絵を描いていただきありがとうだぜ。僕からもありがとうなのだ。それじゃあまたね。もももー。